はい、こんにちは。日本改革党くつざわです。河野太郎の地元神奈川15区平塚市、茅ヶ崎市かな、にお住まいの70代男性からご連絡ありました。自分の周囲は河野太郎支援ばっかり、地元では外で河野太郎を批判しにくい雰囲気があると。くつざわさんの凱旋動画初めて見て自分と考えがほぼ同じで感動した。こんなに若いのによく分かってらっしゃるとか言うんで、そっか、70代の人から見たら私なんかもこんなに若いのにってなっちゃうのかって、笑ってしまいました。だそうです。ありがとうございました。そっか、地元では河野太郎の悪口外で言いにくい雰囲気あるのか。私の知名度もまだまだですね。初めて凱旋動画見たのって、言われちゃったんで、まだまだです。頑張りますということで、茂木幹事長、岸田じゃ選挙は戦えない、6月に解散なんかしたら政権交代までいかなくても自公で過半数割れする、岸田じゃ過半数割れする、いうことで、まあ見放す宣言ですか。世論です。岸田じゃ3分の1になるかもね。やばいレベルまで信頼なくしたよな。お前は幹事長なんだから岸田を支える立場だろ。茂木は岸田を引きずり下ろして自分が総理になりたいだけ。こいつがナンバー2だったんだ。俺高市さんがいいんだけど。3月31日に周囲に漏らした軽口だったようだが、茂木じゃなくても岸田じゃ戦えないっていうのは内閣支持率見れば一目瞭然ですね。9月にですね、自分総裁選に出れないじゃないですか、今のままの支持率だとね。推薦人20人集まんねえなんて、無様をするくらいだったら自分で解散総選挙やっちゃおうかなんて噂もありまして、私はそれないとは思うんですけどね。党幹事長の茂木は本来党代表の岸田を支えなくてはいけない立場なんだが、こき下ろすということは早めに岸田を引きずり下ろしてですね、次の総理を野心満々で狙ってんのかな。幹事長って幹部長っていうことですから、あれですよ、代表社長と幹部長なんだから、支えなくちゃいけないのにこんなこと言っちゃって。前回の総裁選に出てましたっけ、この人。なんか存在感はないんだけど、忘れちゃったんだけど。岸田政権では、岸田と茂木と麻生さんだけの密室会議で、裏金議員の処分決めれるぐらい発言力強いようなんですけど、いつからそうなったんだろうね。岸田じゃダメだが、石破茂並みに新規臭さ爆発してる茂木も、ダメですね。狙ってるみたいだけど、茂木もダメだよ。自民党議員もですね、うわ、茂木とツーショットのポスターって勘弁って考えるはずですよ。自民党の議員は、自分が誰とツーショットのポスター撮ったら一番当選しやすいのか、しか考えないから、新規癖や茂木なんか勘弁、言うに決まってますね。岸田じゃダメだの原因の一つとなっている実質賃金減少が止まらない。最新データの2月分発表になりましたけど、やはり前年度比 1.3% 減少で23ヶ月連続減少、リーマンショック後の最長期間に並んでしまう。多分これ3月も減少してて24ヶ月連続減少ってなるのは間違いながら、まあリーマンショックの記録抜くだろうなっていうことは、史上最長期間ってなっちゃうだろうな。世論です。岸田政権のおかげ春闘で上がったんじゃなかったの。まともな国なら減税するんだが、岸田は賃金上がる全体で少子化対策増税してなかったっけ。この4月でさらに物価が上がった、減税しろって言うしかない。自民党の成績表がひどすぎる、コロナの方がマシだったってなんだよ。春闘値上げ調子いいって報道はありましたが、賃金上がったら上がったでそれに合わせて値上げするんだから、まあ、生活レベルは低いままかもしれないですね。議員が普通の脳みそを持った国だったらですね、こういう時は減税して可処分所得を増やすことを奔走するんですけどね。イギリスでもそれできてた、アメリカでもそれができてた。リーマンショックの時なんですけど、各国こぞって減税合戦やっていた、減税を競っていたんですけど、日本だけやんにがった。リーマンショックの時、財務省の犬一族の岸田じゃそんなこと思いつきもしないかな。脳裏のちらりとも脳裏をよぎらないかな、財務省の犬一族なんつって。
訴えられたらどうしようって訴えられたら河野一族中宮の犬って書いて訴えられてたわな。2008年のリーマンショックでですね、日本人が集団発狂した結果、2009年に悪夢の鳩山政権誕生しちゃったんだよね。悪夢っていうか悪魔の鳩山政権誕生しちゃったんだね。それと並ぶ長期の賃金低下、集団発狂&悪夢が再びあるんだろうか。幸い当時の民主党一強じゃなくてですね、毛色が違うあの維新とか民民とかいう勢力も今はあるんですけれども、維新は詳しく知らないんですけどね、あのハングル簡体字表記ゴリ押しの公明よりはマシなんすかね。どうなんすかね、よくわかんない。そんなことないですか。自公でね、あの過半数割りして慌てて維新を取り込んでですね、自公連立政権ってなった方が公明党の影響力落ちていいんじゃないかなんて考えますけれども、異論は認めます。維新のことよく知らないんで教えてください。コメントでよろしくお願いいたします。日本政府中長期的な政策推進のために180以上あった基金のうち、事業が事実上終了している約10の基金を廃止すると発表。電気自動車充電設備を設置する省エネルギー設備導入促進基金、農林漁業者が再エネ発電事業を行う地域還元型再生可能エネルギーモデル早期確立基金、長えよ名前。なんかふわっとしたものをごまかす時に、長えのつけんだよね。東電原発事故で落ち込んだ地域を支援する、環境対応者普及促進基金など、10基金が廃止される。環境対応者って、まあ、電気自動車でしょうね。世論です。こういう見直し大事。財務省が緊縮財政に舵を切ってきたか。政党助成金が無駄、天下りのために作られた無意味な協会を潰せ、自民に金が入るような基金は廃止にしよう、官僚の天下り先になっている無駄な外郭団体も廃止しろ、民主党の埋蔵金ってこれか、電気自動車や再エネ関係の基金廃止が多いが、役目を終えたって判断されただけで、別にね、河野太郎が異常な再エネゴリ押ししてるって気がついて手を打ったっていうわけではないみたいであります。河野太郎はですね、自分も株主の、一族会社日本端子を儲けさせるために太陽光パネルを買わせようって、ご利用しした結果、日本が世界一の太陽光パネル面積になってしまいました。国土に占める割合ね、世界一。国の基金が180以上あったというが、1個につきね、1個の管理協会作れますからね。官僚の天下り先としては、基金作りたいですよね、そりゃ。なんぼあってもいいよね。隠して天下り団体を養うための無駄な事業、無駄な支出が、際限なく増えてってね。これLGBT 法なんてできたから、LGBT 法に基づく無駄な事業とかやって無駄な協会作って天下りってですね、公金中中、税負担率 47% の重税国家になってしまいました。それもこれもですね、自公議員が能力が足りなくて官僚の悪意に気がつかないからですね。議員はいつでも官僚ですね、私利私欲で無駄金使わせようとしてないかって疑いの目で見てないといけないのに、知識も脳みそも全然ねえもんだから、官僚の都合いい説明を受けて感心して言いくるめられてばっかしと、自公議員ども定期的に湧き上がるですね、議員の数を減らせっていうのは官僚側のプロパガンダですからね。議員の数減ればですね、無駄がね、監視の目が減るっていうことで、自分らやりたい放題天下りになって作れるじゃないですか。定期的にマスゴミ操ってですね、議員の数減らそうとしてんですよ。昔マスゴミがですね、大批判していた族議員、農水族議員とか厚労族議員とか昔いたでしょ、昭和の頃。あれもですね、議員側に専門知識と脳みそあとですね、官僚側が自民議員を騙して好き放題できねえからテレビに叩かして消滅させたんじゃないかと私疑っております。まあそんなもんですよね。朝日新聞、陸自第32普通科連隊が大東亜戦争って投稿した、ギャオーン。これ朝日だけじゃなくて中日スポーツも共同通信も
早速ギャオーンやってましたけれども、世論です。何が悪いんだ、朝日新聞潰れろ、うるせえバーカ、日本政府の公式の呼び方だが、じゃあなんて言うんで、言葉狩りすぎるわ、軍歌から匂いがする軍歌の音がするじゃなくて匂いがする、何がいけないんだ朝日さん。大東亜共和圏のアジア人を白人支配から解放したのが気に入らないのか、大東亜戦争はあの大日本帝国の正式呼称であります。こう呼びましょうってあの政府の会議で決まったやつ。戦後 GHQ はですね、太平洋戦争って呼べって強制しました。で、大東亜戦争って言うな、禁止しました。太平洋戦争っていうのはですね、あの米国側の正式呼称でした。中国がそれに物言い、中国本土とか満州とか太平洋以外でも戦闘あったんだが、じゃあアジア太平洋戦争って呼ぶかなど2点3点混乱しております。朝日はですね、戦後すぐに占領軍が禁止したんだぞって理由でギャオーンしてるようですけど、いつまで脳みそ戦争直後で止まってんだろうね、潰れろバーカ。大東亜戦争の真実はですね、アジア侵略でないことがバレることを恐れてですね、過敏に反応してるのかもしれません。朝日新聞共同出資、大東亜戦争のウィキでも読まれたら大事だってことを言葉しっかりしてんですかね。大東亜戦争って単語をいっそ消し去りたいって思ってないですか、あの朝日新聞あたりは。大東亜戦争の真実がこちらであります。アメリカ、ブリテン、チャイナ、ダッチ、オランダですね、ブリテンはイギリスの原油輸入妨害 ABCD ホイモを食い破るために、フィリピン行ったらなぜか米軍がいたんでぶちのめしました。シンガポール行ったらなぜかイギリス軍がいたんでぶちのめしました。これ史上初の戦闘機による戦艦撃沈ですね。プリンス・オブ・ウェールズって戦艦をあの飛行機だけで沈めた。それまでのあの常識だと飛行機で戦艦を沈めるのは不可能、いうことだったんですけども、シンガポール要塞ってあの気づいてたんですよ、あのイギリス軍が。インドネシアに行ったらなぜかオランダ軍がいた、不思議だ、ぶちのめしました。インドシナに行ったらなんでかフランス軍がいました、不思議だ、ぶちのめしました。相手にしたのは植民地駐留軍ばっかりで現地住民と一切戦ってないですよ。なのでね、あのアジア侵略戦争っていうのは嘘、大嘘であります。これがバレットですね、あの朝日新聞はいろいろとまずいんでしょ、だから必死で言葉狩りしてんですよね。共同通信も右に習えと、これあの皆さん広めてください。よろしくお願いいたしますその他のニュース、国際条約で2027年度末から水銀を含む蛍光灯の製造と販売が禁止になる。これ知りませんでした、私のあの実質は全部 LED になってて蛍光灯なさそうなんですけれども、皆様の家では切り替え進んでますでしょうか。2027年っていうから、3年後ですか。なんか高齢者おじいちゃんにですね、この LED は寿命が10年もあるんですよって売りつけようとしたら、そのおじいちゃんが俺の寿命そんなねえから、そんなあのいらねえわ、断られたって話を思い出しました。電動キックボード事故が規制緩和前の6倍に激増、都内でめちゃくちゃ見かけます。結構スピード出てヒヤヒヤします。あれのほとんどが中国製らしいであります。河野太郎の太陽光パネルゴリ押し同様ですね、あれが売れると儲かるやつがゴリ押ししたんですかね。なんかあの何の根回しもなく突然はい規制緩和って発表されたもんね。突然国交省の官僚はですね、全国キックボード協会でも作りたくて規制緩和したんでしょうか。あれね、あの車輪が小さいからちょっとの段差で前につんのめりそうで、乗られる方は自己責任で、あとあの車乗ってる人から見たら邪魔でしょうがねえやね、あれね。結構スピード出るし危ねえしで、むき出しだしでね、そういうので得するやつは大体弟に会社やらしてんですよ。河野太郎は河野次郎弟に日本端子をやらしているし、岸田は弟に、外国人労働者の受け入れ窓口会社やらしてるし、足立康は兄貴にですね、なんか障害者支援の NPO をやらしてるし、そこら辺ね、議員の弟だの、兄貴だの、妹だの、嫁だの、調べた方がいいよね。おめえら、税金で、税金チューチューしてねえが、いうことで。共産党田村委員長、裏金のみそぎのために、選挙を使うのは許しがたい。ちょっと何言ってかわかんないですけど、
岸田総理がですね、自分の責任は国民に判断してもらうって発言したのに噛みついたみたいであります。さすがね、選挙を否定する共産主義者の鏡だな。共産党はですね、嘘とデマで人を騙すのがうまいやつが出世するんでした。階級を、パヨの階級を上がっていくんでした。全国のトラック運送業者の実に 57% が赤字。特に中小は燃料高騰でほとんどが赤字みたいであります。これトラック業界がそんなタレントは知りませんでした。過剰競争、血で血を洗うレッドオーシャンすぎなのでは、過酷な世界になってんでは。赤字が続けばですね、廃業せざるを得ず、小さいとこが淘汰されていくんでしょうかね。自民党公明党が男女共同参画を続ける限り人口は減っていくし、人口に見合った企業数ってあるでしょう。だから人口が減ると同時に企業数も減るっていう調整は不可避なのかな。残念ですけれども不可避なのかな。今みたいな会社の数いらねえよ、人口これしかいねえのにっていうことになるのかなっていう感じであります。というわけで、チャンネル登録よる、あ、ウィルに出たですね、YouTube アーカイブ動画はですね、好調です。もうすぐ25万再生いきそう。見てない方は、よろしくお願いいたします。チャンネル登録もよろしくお願いします。デトックスジャパン。